男の償いは、吉谷信子の主婦の友連載小説作品、及びそれを原作とした映画、テレビドラマ化作品である。男の消費は、1937年8月13日に、前編、8月24日に後編が公開された日本映画である。制作は小竹大船撮影所。 1961年12月7日から12月28日に日本テレビ武田ロマン劇場枠武田薬品工業一社提供毎週木曜21時45分22時30分にて放送された白黒作品全4回キャストスタッフ1965年11月22日から12月31日に富士テレビ ライオン奥様劇場は国で放送された。連続テレビ映画、白黒作品、全三十回。キャストスタッフ主題歌九百七十二年六月十九日から八月四日に、フジテレビ、ライオン奥様劇場は国で放送された。連続テレビ映画、カラー作品、全三十五回。キャストスタッフ主題歌九百七十六年七月二十六日から十月二十九日。 13時45分から14時に TBS 系列にて愛の償いのタイトルで放送された連続スタジオドラマカラー作品全70回キャストスタッフこの記事は以下のカテゴリーでも参照できます男の消費前編に関するカテゴリー男の消費後編に関するカテゴリーありがとうございます